はい、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。今日もね、ちょっとおしゃべりしてみようかなと思っております。今日は時計ちゃんと用意しました。この前からかなり抽象的な言い方してたんですけど、本当はね、神経を逆なでされるようなことがちょっとお正月からいっぱいあったです。でその中の一つにかなりこうギリ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 ってされてしまったんですよね。でそのモヤモヤを語りたくて語れなかったんですけど、今日はもう少し具体的に喋ってしまおうと思います。もう炎上覚悟かなって。ちょっとこの前の回りくどき今まであったこととかいろいろなことをお話ししないと、どうして私が違和感感じてるのかなっていうところわからないと思うんですけど、まああることに対してとても違和感を感じたので、これはもう動画にした方がいいかなと思ったんですね。どういう違和感かと言いますと、まあ、前回も少しお話ししたところなんですけど、まあ、あるところで出会い系サイトっていうか婚活サイトですね、婚活サイトについて語られてたんですけど、言ってることがおかしい、もうどうしてもおかしい、変だと思ったので、結局はっきり言って、言ってることは単に3回お店をおったのにやらせないのおかしいだろうみたいな言い方だったので、ちょっとビチ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 って切れてしまったんですよね。で私自身がおごってもらっただけ、またはおごってももらっていないのに自分の女風みたいな扱いをされて、そういうことが今までとても多かったので、あまりといえばあまりの言い方だなと思ったので、3回飯をおごったぐらいで自分の女や扱いすんなよって思ってしまったんですね。それがもうすごい違和感だったわけですよ。その方の言い分によりますと、おごってほしいだけで婚活サイトに登録する女がいるよと、そんな振り回されてたらダメだよ、持ちつ持たれつだろうと、その持ちつ持たれつってなんだよって、3回飯を奢ったらやらせろよっていうことなのかっていうことなんです。ああ、お口が悪い、どうしよう。でもはっきり言ってそういうふうに書かれてました。それがどうしても我慢なりませんでした。まあ私が、まあ、前回申し上げたようなことをいろいろ経験してた上で、なんでご飯を奢ったぐらいで自分の女だと思うのか、またはまあ話しかけられて答えたぐらいで、なんで自分の女だと思うのかっていうところですよね。でしかもやっぱりその時その方のおっしゃってることは、まあ綺麗な女だったと、素人っぽくなかったと、素人っぽくなかったら誘っていいのかよっていうところなんですけど、その方の言うのにはこう付け爪なんかしてて、素人じゃない、一度にもと付け爪してますよ。事務系なので、私事務系じゃないので付け爪できませんけど、手先っつ買う仕事なので付け爪できませんけど、妹は単なる事務なので綺麗に付け爪してますね。で知り合い のお母さんも特に嫁に行って同居でお母さんと外出分担してますので、半分しかしなくていいので付け爪されてます。着てる服が素人っぽくなかったのかな、だから結局は素人っぽくないから誘ってもいいだろうって、そういう安易なことなのかなと思うんですけど、言ってること寂しいから友達が欲しいからって婚活サイトで男に奢ってもらう、そういう女がいっぱいいる、だから3回奢ってなびかないならこいつはやめた方がいいよみたいな、そんな感じのことを言われてたんで、それがあまりの違和感だったんですよね。寂しいから婚活サイトに登録する女、じゃあ寂しいからあんたは婚活サイトに登録した男なんじゃないのかなって思ったんですよね。はっきり言って炎上するのも嫌だったし、人の誹謗中傷も嫌だったんですけど、これはまあ女心というか女性が本心を思ってることです。
その方が、女性をちょっと誤解されてるのじゃないのかなと思って、それ見た方たちが、その方の目線で女性を見るようになることが嫌だったので、今日は炎上活動でお話ししようと思う。前回も言いました通り、ブサイクの知り合いが一生懸命婚活サイトに行かれてる、ご飯おごってもらって嬉しいよって喜んでらっしゃる、それ見て私正直本当に羨ましいと思いました。おごってもらって僕のタイプじゃないよさよならって言われることを、普段男性と付き合いもできないその方はとても喜んでました。でも本当は女性そういうところに登録するけど、いいご縁があったらってみんな思ってると思うんですよ。前回も言った通り、3回をおごってもなびいてくれないような女はっていう男性、小さい男だと思います。女性の立場から言うと、これから一生を捧げるかもしれない愛性別おごったから、3回おごったらから誘ってダメだったらそのうちないんだな、それ早すぎませんか。お見合いじゃないんですよ。お見合いだったら、やっぱ早く気の毒か、周りにも大人たちいっぱいいますから、それあり得ると思います。でも私のように男性慣れしてない女性からすると、選ぶのに時間かかります。特にあなた、職業いいんですか、高学歴なんですか、何女性を聞くだけの自信ありますか。それで3回おごったぐらいでやらせない、おかしいですよね言ってることね。はっきり言ってムカつきました、めっちゃムカつきました。だから今日は炎上活動で言います、これを相手方の動画でコメントすることは誹謗中傷になるので避けました。でも私の動画では女性の女心として語りたいと思います。例えば真面目に結婚を考えている女性がいる、そういう婚活サイトで、前回も話しました通り、女性が男性騙してお金取って殺すとかいうようなこともあるわけですけど、反対に女性の方だって騙される可能性あるんですよ。お見合いでも 100% ではないですけど、こちらの人の友達とこちらの人の友達とかいうのであれば、ある程度こちら同士が付き合いあるので安心した方だなっていうのもありますし、長く付き合って前回言ったみたいにお互いに愛着なんかできちゃう前に結論を出さなきゃいけないという場合には、確かに3回ぐらいで結論出さなきゃいけないと思います。でもそうじゃないんですよね。そうじゃないところで3回で相手が見抜けますか。もし一生を相手に、お互いの一生ですよね、自分の一生だけじゃなくて相手の一生もですよね、それなのに3回おごってなびかない女ははっきり言って笑っちゃいますよね。お金の無駄遣い、結婚してからどうなるんですか。そういう男性は結婚してから女性にたかるんでしょうかね。多分そうですね、前回も申し上げたみたいなことですよね。自分気に入らなかったら、ブサイクな女だとか口にする。で、ちょっと綺麗な女だと思って自分仕掛けたのに、全然なびかなかったら、綺麗だと思って、バカにしやがってみたいに噛みついてくる。そういう男性と同じだと思いました。そういう YouTuber さんがいるということが、ちょっとかなりの違和感というか、ムカつきますよね。公衆の電波で、男性諸君、3回おごってなびかない女はダメだよって公衆の電波で言われたんですよ。すごくムカつきましたね。その上ちょっとコメント、私はだからそういう目に遭ってきたので、どういうことですかって男性からしたらどういうことなのかなと思ってコメント入れたら、持ちつ持たれつじゃないですかって、友達欲しいだけで来る人もいる、で私は友達から始めないと相手のことわからないんじゃないんですかっていうことをコメント入れたんですけど、
友達だったら持ちつ持たずでしょっていう返事が来たんですよ。なので私はその持ちつ持たれつというのは割り勘という意味ですか、それともセフレという意味ですかと質問させていただきました。もちろん割りたまには割り勘という意味ですよという答えが返ってくると思いました。ところがそういう答えは返ってきませんでした。婚活サイトだったらそれなりの覚悟をしろよという答えでした。なので私はそこで口論したりするのは不適切だと思ったので、自分の感想は自分の思い、自分の違和感は自分の動画で語りたいと思います。これ以上コメントのやり取りは差し控えたいと思いますとお答えしました。そうすると誹謗中傷するとチャンネル消されますよっていう攻撃を受けました。これは結局のところそういう男だっていうことですよね。なびかない女に美人だと思って威張りやがってっていう男と同じですよね。あんたどんだけ金持ってんの、強楽崩れ気なのって。そりゃ持てないよね。3回おごっただけでなびかないような女に男、怒ってる男なんか持てないのはあんたのせいですよ。女性がみんな抱かり屋だと思ってるのは間違いですが、そういう男に限って結婚したら女性の経済力を当てにします。私たくさん見てきてます。私の、女性の友達そういう目に遭ってる子結構多いです。でそのことをね文句言われてもね、私ね、あなたが選んだんでしょって、あなたがよく見てないでしょって、あなたがよく見なかったんでしょって、しかも事情がわからないじゃない、適当なんだじゃないわけですよね。なので本当はよく相手見なくちゃいけないのに、早く結婚したいとかいう思いに駆られて早く結論を出してしまったために、自分に会ったりとか、お金を家に入れてもらえないような男性に当たったりしてるわけですよ。焦っていいことなんて全然ないんですよ。だからそれが私の中の違和感でしたよね。幸せになりたいのはみんなそうなんですよ。女性も男性も幸せになりたいんですよ。だから相手のことをよく知って選ばなきゃいけないんです。それは相手のせいにするのは良くないです。結局その女性もですよね、相手のせいにしている女性も結局のところその綺麗だからから威張り上がってって言っている男性と同じような女性だと思います。もう自分が焦っていた、早く選んでしまった、自分の目が間違ってたんです。相手のせいじゃないんです。相手だってこの女性と結婚すれば幸せになれるんじゃないか、そういうふうに考えて決断するわけですから、お互い様なんですよ。だから相手のことをよく見て選ばなきゃいけない。自分の人生を大事にするためには相手の人生も大事にしなきゃいけないと思うんです。私絶対間違ってないです。友達のことを怒ったこともあります。自分が選んだんでしょって、自分が焦ったからその人に飛び込んだんでしょって、相手は初めから生まれつきそういう人だったんです。それを見抜けなかったのはあなたです。相手のせいにするんじゃないんです。あなたが選んだんです。自分が反省しないとダメです。そして前向かなきゃダメです。ずっと相手のことを恨んでてもしょうがないです。私いつもそう言ってきました。そのことを今日はちょっとお話ししたいと思いました。炎上覚悟でお話ししたいと思いました。今日はじゃあこれぐらいにしておきます。チャンネルお気に召した方はチャンネル登録、グッド評価、この動画に対するご意見ご要望ご感想をコメントください。ではまたね。You get to hear me now.